今日の動画ではスナップメーカーの 3D プリンターを引き続き改造していきます。もし前回の動画を見ていない人がいたら、前回の動画から先に見始めることをお勧めします。前回の動画ではノズルから出てきたフィラメントを冷却するために、こちらに外付けの冷却ファンを取り付けました。今回の動画では 3D プリンターとしてもうちょっと使い勝手が良くなるような改造をします。先にお見せするんですけど、これが完成版ですね。まあ何箇所か改造したところがあります。で、改造の過程をこの後紹介します。それではどうぞ。まず改良していきたいポイントをいくつか紹介していきます。まず一つ目がこちらのタッチパネルですね。こちらのタッチパネル自体は問題ありませんが、タッチパネルの設置位置があまり使い勝手が良くありません。こちらのプラットフォームを交換するときに、下に設置されているネジを取り外す必要があります。プラットフォームを交換するときにネジを外す必要がありますが、このタッチパネルが邪魔になってしまいます。このタッチパネルがあることによって交換の作業が結構やりにくいです。タッチパネルをどかしたとしても、タッチパネルを立てるための台があるので、これも邪魔になってしまいます。次に改良したい箇所はこちらのフィラメントホルダーです。これを見ていただければわかると思うんですが、フィラメントを巻いてある方向とフィラメントが出ていく方向が一致していません。なのでこのようにフィラメントが引っ張られると、いろいろな問題があります。フィラメントの残量が少なくなってくると、このようにフィラメントホルダーからフィラメントが外れそうになります。というよりかは実際に外れます。なのでこのように落ちていたら直してあげる必要があります。あと理由はよくわかりませんが、このようにフィラメントが絡まってしまうことがよくあります。安心して印刷するためには、このようにフィラメントホルダーから外れてしまったり、フィラメントが絡まってしまう現象を何とかして改良してあげる必要があります。こちらのタッチパネルとフィラメント置き場の設置場所をいろいろ考えてみたんですが、この上に置いてみることにしました。こちらの Z 軸のレールがあるんですけども、この上にちょうどネジ穴が開いてるんですね。というかスナップメーカー自体、そこら中にネジ穴があって、かなり拡張性が高いようになっています。おそらくこの Z 軸のてっぺん部分にあるネジ穴も、その拡張性のために作られたのだと思います。なのでこの部分にちょうど設置できるような台を作成してみることにしました。こちらはまず一つ目に試作した台です。この部分に穴が開いていて、 Z 軸に固定できるようになっています。そしてこちらの横の方にも穴が開いています。この部分にフィラメントホルダーを固定します。タッチパネル用の台を取り外します。こちらの引っ掛けるフィラメントが結構重いので、強度テストをしておく必要があるんですけども、折れました。ちょうど Z 軸に取り付ける部分とフィラメントホルダーを取り付ける面がですね、こういうふうに折れました。こちらのフィラメントホルダーは強度的に問題があることが分かりました。なので新しく作り直しました。フィラメントを取り付けた時のことを考えて、少し考え直して作りました。これが従来タイプなんですけども、この面に何もなかったんですね。強度を上げるためにこの部分に面を追加しました。なので強度的には問題ないはずです。早速取り付けます。こんな感じで取り付けたわけですけども、タッチパネルも結構操作しやすいですね。問題ないと思います。もともとタッチパネルを設置していた場所はこのように開けていますので、まあなんか見た目いいですね。結構こちらのプラットフォームを取り外すネジにもアクセスしやすいようになっています。こちらのプラットフォームの整備性、交換性は格段に良くなりました。こちらのフィラメントも通常の 1kg の大きさなら、この軸には接触しないようになっています。こちらのタッチパネルの台とフィラメントホルダー、問題ないように設置見えているんですけども、一つだけ問題点がありました。それは何かというと、ちょっと揺れるんですね、こういうふうに。これはどうしてもフィラメントプラスチックの PLA で作っているので、どうしてもこちらの台がたわんでしまいます。これは多分使ってるうちに壊れてしまいますね。
なのでこちらの台はですね、金属とかそういった材料でもう一度作り直してあげた方が良さそうですね。ということで作り直します。とりあえずこんな感じで溶接できました。まあ素人クオリティですけど問題ないと思います。金槌とかで叩いても壊れませんでした。なのでとりあえずこれを使ってみます。こんな感じでマットブラックの塗装にしました。結構綺麗にできてますね。ということで組み立てていきます。こんな感じでフィラメントを補給しているんですけども、いいですね。フィラメントの巻いてある方向と出ていく方向が一致しているので、引っかかるだとか、あと絡まるだとか、そういったこともなくなりました。あとはこの台の部分が金属、鉄でできていますので、かなり丈夫になっています。なので滅多なことがない限り壊れることはありません。あとついでになんですけど、こういったピンセットとかヘラとか、あとちょっとしたドライバーですね、そういったのを収納するためのケースも作りました。Z 軸のこの部分にネジ穴がたくさんあります。なのでこのネジ穴を利用して工具ケースを取り付けます。この部分にネジがありますが、干渉しないギリギリで設計しました。はい、というわけでこちらが完成品です。こちらのスナップメーカー、今までいろいろ改造してきたわけですけども、一つずつ紹介しますかね。まず一つ目がこちらの外付けの冷却ファンですね。これは前回の動画で紹介したやつです。こちらの冷却ファン、結構強力なものをつけたので、印刷のクオリティがかなり良くなっています。特にオーバーハング部分だとか、あと急斜面の部分の印刷クオリティが良くなりました。で、あとはこちらの今日改造した部分ですね。このタッチパネルがあったんですけども、もともとはこの下の部分についてました。でこれだと使い勝手が悪いので上に移動させると。でそれと同時にこのフィラメントホルダーもこの Z 軸の裏面につけていたものを、こちらのですねタッチパネルの台と一緒に、ここに持ってきたというふうになります。であとはついでなんですけど、この Z 軸の横のところに工具入れを作りました。でこちらのフィラメントもあと工具入れもこちらのですね動く部分には一切干渉しないようになっています。でまあ、今までスナップメーカーの改造をやってきたわけですけども、とりあえず一旦これでおしまいにしたいと思います。他にも改造できるポイント何箇所かあるんですけども、それをやってたらキリがなくなってしまうので、ここで一旦終了というふうになります。でこちらのスナップメーカー、今後どういうふうに使っていくかというと、 3D プリンターとあとですねプリント基板を作るように使います。
でプリント基板作る場合はですね、結構プロトタイプを作って、でその後業者に発注するみたいなことが多いので、まあ、多分ねあまり出てくる機会はないと思います、動画の中では。それでは動画のご視聴最後までありがとうございました。